この素晴らしいチョスに迫りよう。どうもチョスです。というわけで今回も8難やっていこうと思います。というわけで今回は 5.5 周年キャンペーン第2弾始まりました。イエイ。ということで最新情報をまとめていきたいと思います。8月のシンデレラ9。はい、ということでやっていきましょう。まあ、前回ね、8テレの情報をまとめてるんで、まあ、大体同じなんですけど、もうちょっと詳しく、出てたりするんで、まあ、これ軽く見ていって、で、最後に、UR 本庄の性能ね、見ていこうと思います。はい、じゃあ一緒に見ていきましょう。まあ、まずはログボですね。5.5 周年ログボということで、まあ、いろいろ豪華なアイテムもらえますっていう感じですね。で、UR 来たんでそれのログインボーナスもらえますということで、まあ、育成素材ね、しおりとかいろいろもらえます。で、これ初めての情報ですね。リリース2000日カウントダウンログインボーナスっていうのが、12月10日から始まりますということで、で、シンデレラチケット毎日もらえるということなんですけど、どれぐらいもらえるんかな。1日50枚ぐらいもらえるんかなって勝手に思ってるんですが、どうでしょうか。まあ、この期間中にもらえる、このチケットだけで、まあ、最低10連はできるぐらいの量はもらえるんじゃないかなと思っております。はい、そして UR 本庄対戦ですね。まあ、これ後ほど性能を見ていきたいと思います。はい、で、優勝限定ひまわりドラフトスカウト、これ前回さ、まあ、このここで来る選手2人がだいたい今来てる UR の、スキルリンクになりがちですよねみたいなこと言ってたんですけど、なんとね、まあ、もうさっき言っちゃうと今回違いましたね。はい、本庄パイセンと中野じゃなくて、いわきパイセンでしたね。うん、ちょっとこれ予想外でした。なんでこのタイミングでね、中野なんだっていう感じですけど、まあ、これの中野の、ひまわりも来てるんで、まあ、これも後でちょっと見ていきましょう。はい、そしてミッション、白組ミッションですね。はい、まあ、これは赤組ミッションと全く一緒です。はい、それの白組バージョン、もう一回同じことやりましょうっていう感じです。で、2年生編に新チャプターということで、3年生との紅白戦、後半でございます。まあ、これもしっかり動画にしていきますので、また一緒に見ていきましょう。うん、で、紅白戦白組応援イベントということで、またこの白のゼッケン、なんかこれゼッケンっていうよりかめっちゃ白いタンクトップにしか見えないんですがこれを集めて、まあ、いろいろ豪華アイテムに変換できますよっていうものになっております。はい、で、まあ、これと一緒にミッションも来てまして、白組応援ミッションかな。で、それをクリアしていくと1、3年生のクリベアに変換できるコインがもらえますので、まあ、それもしっかりやりましょうという感じでございます。はい、ということで第3弾は12月14日から開催ということでございます。はい、で、第3弾は、まあ、2000日記念とかいろいろあるんで、結構豪華になるんじゃないかなと思ってます。8月のシンデレラ9。はい、じゃあもうね、まあ、大体昨日の、8生のまとめで喋ってるんで、もうすぐにそんなに喋る内容はなかったので、もうスカウトの方の情報を見ていきましょう。ということで本庄パイセンでございます。こんな感じですね。で、UR に覚醒するとこうなりますよということで、まあ、見ていきましょう。まず月属性の、レフトですね。で、ミート3968、パワー5455、総力4952、守備が3739という風になっておりまして、まあ、パワーさすがの、パワーですね。で、まあ、総力もあると、まあ、走ってるシーンなんでそれは総力もあるかっていう感じですが、まあ、ミートと守備がね、低いよねという感じになっております。うん、ということで、で、才能を見ていきますとこんな感じで、まあ、自身のパワー上げる系が多いかな。で、ミート上げる系もあってっていう感じですかね。で、スキルの方が打席時自身のミートが究極に上昇し、パワーが大幅に上昇と。あ、いいですね、これ強いじゃないか。で、あとはチームの全打者の結果がヒットの時、パワー抜群上昇、ホームラン率上昇、二塁打率が大幅に上昇というのとか、まあ、長打の奥義とかね、パワー走力上げたりとか、ミートもうちょい上げてほしい感じしますけどね。あと守備と、うん、あ、でも守備もちょいちょいあるか、うん、っていう感じでございます。はい、なので、まあ、やっぱ打撃面で活躍させるか、まあ、ベンチに置いとくかっていう選択肢になってくるかな。うん、っていう感じで、で、 UR 専用のとこ見ていくとこんな感じですね。で、ステータス自分で、で、スキルのところがセルフと、いわきパイセンでしたね、これは。ちょっとびっくりしました。まあ、どうせ中野やろと思ってたんで、まさかのいわきパイセン。で、守備適性が泉だということになっておりますと。
はい、でまあ守備適性泉田なんでフェスゲン入れてあげたら、サードも守れるようになるかなっていう感じですね、うん、であとは、泉田のチーンで投手で抑えっていうのがあったんで、まあ、一応本庄パイセンを抑えで起用することもできるという感じになっております。まあ個人的に思うことはこの間のストーリーとかファーストで頑張ってましたので、まあなんかファーストできるキャラでも良かったんちゃうかなとかちょっと思ったりしちゃいましたね。うん、ただまあ今回は泉だということなので、まあサードかサード二重丸か、まあもちろんレフトの守備適性保守にもできるし、で一応ピッチャーとして抑えも守れますよみたいな感じになっております。はい、でスキルの方ですが、まあ、まずいわきパイセンから見ていくと、まあまずはあれかな、ハチ様のやつとかどうですか。うん、自身のパワーが超究極に上昇し、ミートが究極に上昇し、走力が大幅に上昇するとか、まあこれもなかなかいいんじゃないでしょうか。これでね、さらにパワー上げてホームラン狙っていくみたいなとか、あとはね、でもまあこれちょっとハチ様限定なんでゲットしづらいんですよね。でもう一個ゲットしやすいやつで言うと、こっちの夕日のシーンですね、はい、ウサギ飛びしてるやつかな、うん、これやったら、まあ、打席時自身のミートパワーが究極に上昇し、ホームラン率が超大幅に上昇するということで、まあこっちのが合ってそうな気するし、なんかこっちのがね持ってる人多そうなんで、こっちのがおすすめできるかな、うん、と思います。まあちょっとやっぱり守備上げづらいのでちょっと不安は残りますが、うん、まあこれでミートも上げれるんでっていう感じやね。うん、で、セルフリンクですけど、まあ蒼天の本庄パイセンいたよね、これどうやろ。自身のミートが大幅に上昇し、パワーが究極に上昇する、まあまあいいか。で、蒼天スキルの方が、この試合で自身の打点が1以上の時は、まあ、ちょっとむずいかな。自チームのムード値が初期値の 20% 上昇し、自身の三振率が超究極に減少する。あー、まあ使えたら強いけど。で、もう一個の固有スキルの方もね、味方全体のミート運が上昇し、走力が少し上昇するなんで、まあ結構この本庄パイセン全体バフというか、まあベンチに置いといても使える感じにもできそうなんで、まあありかなと思いますね。この仲間への願いと思いつけてるだけでも、まあ役に立ってくれそうな感じはしました。はい、っていう感じですね。うん、であとまあ蒼天じゃないひまわりやったら、風呂入ってるやつとかどうかな。まあ、条件なしで自身のパワーが超究極に上昇、ミート走力が超絶に上昇と、まあパワーをさらに上げていく系ですね。でミートも、まあ、ある程度上げてくれるんで、まあありかなと思います。はい、であとこれもありますね、こっちは発動条件3回以降なんですけど、味方打者の、ミートパワーが大幅に上昇するという全体バフをつけることもできますということなんで、まあベンチ置いとくんやったらこっちの方が良かったりするかもしれないですね。うん、あ、これもありですね。はい、っていう感じでございます。じゃあ次シンデレラハーモニーね、見ていきましょう。まあ8テレ見てたり、僕のまとめ動画見てくれてる方ならもう分かると思いますけど、まあ選手に任せるを使用した時に、機能してくれるシンデレラハーモニーでございました。ということで、まあ、見ていきましょう。条件戦術、選手に任せるを使用しているときですね、選手に任せるを使用している状態のときだけ以下の効果を得ますよということで、まず、お手本となるようにを試合終了まで習得します。で次、各イニングの終了時、自身を除いた調子の一番低い出場中の味方選手1人の調子が試合終了まで1段階上昇し、さらに一度だけ本庄の助言を試合終了まで付与できますよということでございます。でこの効果は選手に任せるを解除しても、調子上昇と本庄の助言の、付与の効果は解除されませんと、もう試合終了まで行ってくれるというものになっております。でまず、お手本となるように、まあ、本庄パイセンにつく、スキルですね。これは発動条件なしで自身のミートが激究極に上昇し、走力が究極に上昇すると。あら強いですね。素のステータスが4000いってないということでちょっと不安でしたが、まあ、シンデレラハーモニー発動してる時ならね、このお手本となるようにが発動するんで、なかなか上がってくれるんで、まあこれはありがたい。うん、で走力も結構上がってくれるという感じになってます。これいいね。で本庄の助言、まあこれは出場中の味方選手に付与していく系のやつなんですけど、自身のミート守備が大幅に上昇するということで、まあこれは完全に味方のバフですよね。はい、だからこれをイニング終わりにみんなにどんどん付与していくっていうねものになっておりますよ。
これなかなか強そう。うん、だから回を重ねるごとに本庄の助言を受けていく人が増えていくってことで合ってますよね。一人じゃないよな多分。うん、やと思うんで、まあどんどん回を重ねるごとにみんな強くなっていくよという風になっております。はい、いやこれいいんじゃないか普通に。で確かいわきパイセンのなんか SSR のシーン、あのベンチじゃないわ、スタンドから応援してるシーンで全体バフ持ちのシーンありましたよね。だからそれとかつけてあげてベンチ置いとくだけでもなんか良さそうじゃないですかね。それだけでなかなか役に立ってくれそうなんで、あーまあベンチに置いとく枠としてはなかなかいいななかなか強そうですね。はい、っていうシーンになっております。ということでどうですか皆さん、引きますか。まあ、僕引いてもいいですね。ブルームコイン20枚溜まってるんで、まあ、いつでもね変換できるし、で、ナインスターも430個あるんで、まあ、これ30連ぐらいしてもなんか問題なさそうな気してきましたね。はい、なのでまあガチャするときはこれもね動画にしようと思ってますんで、お楽しみにしといてください。はい、ということでまあ皆さんの意見も聞かせてください。引くのか引かないのかね。まあちゃんとこの情報が出ましたから、あとこれだけ言っとかないといけませんね。これはベンチの、左3枠に置いとかないと意味ないですね。これなんかよくさ、UR ともっちとかそうなんですけど、 UR ともっちとかだとね、どこだっけ、はい、これですね。この選手のスキル才能はベンチ戦闘枠数の制限に関係なく適用されるっていうのが書いてあればですね、ベンチのどこに入れとっても役に立つんですけど、まあ今回ね本庄パイセン書いてなかったんですよ。なのでまあベンチの左3枠ですね、あ何度も行き来して申し訳ない、はい、こっちの左3枠、今ちょっとオーダー適当ですけど、左3枠ここの高坂野崎で春日のところに、置いとかないと意味ないの、意味ないよっていう風になってますので、まあそこだけがちょっと絶妙やなと。まあここどこでもねいけるんやったらもう最高って言えたんですけど、まあでもそれでも十分優勝やと思うんで全然ありやな。はい、っていう感じになっております。じゃあ最後一回だけ引いてみようか。まあこれで出たらラッキーですけどね、なかなか出ないでしょうから、5678910いきます。10回目、はい、さあいきます、お願いします。ほい、最近うんないので、まあ多分出ないですけど、まあガチャ動画ね出そうと思うんでお楽しみに。はい、で中野のひまわり見るの忘れてました、すいませんね。ちょっとこれだけ見ときましょう。打席時敵全体の守備を極限に減少させエラー率を超絶に上昇させるというものになっております。なんかすごいな敵全体の守備を極限に減少させエラー率を超絶、もともとはセンターの時っていうのもついてたんか。あ、まあこれでね使いづらかったんですが、発動条件が打席時になったので非常に使いやすいんじゃないかこれはね。これさ、こないだ来た UR 浅田につけれたらね、エラー率上げれてなかなか面白いことできそうやなと思ったんですけどね、中野じゃなかったね。うん、セルフリンクとヒイラギやったかな、なのでつけれないですけど、まあなんかいつか役立ちそうな効果してますねこれ。まあ、なかなか面白いじゃないですか。僕もこれ3凸4凸ぐらいしてたんで、すぐにねひまわりつけれる状態でございます。これ嬉しいな。うん、ということでまあ中野にもひまわりついたよっていうことでした。はい、ということでじゃあまあ今日はこんな感じで終わっておきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。ということでまた次回の8内でお会いしましょう。以上チョセ南水産のチョスでした。バイバイ。